胴体側面にスポンソンを装備した、飛行艇戦隊側面にスポンソンを装備した、クルーズフェリースポンソンとは、防護性や安定性を向上させ、または、物品の収納や、部品の取り付け、装備品の搭載を行うため、車両、航空機、または、船舶の側面に設けられる張り出しを言う。船舶における、スポンソンは、水上での安定性を増大し、または、 他の装備品を取り付けるために、外側に突出した張り出しである。形状的に不安定であったり、重量が偏っている船舶には、転覆を防止し、あるいは安定性を保つため、スポンソンが備えられる場合が多い。これらの船体からの張り出し部は、迅速かつ容易に取り付け及び取り外しできるようになっている場合が多い。 カヌーやカヤックにも水面が荒れている場合の安定性を保つため、スポンソンが取り付けられるようになっているものがある。これらは外洋用の船に船体から離嚇して取り付けられるアウトリガーとは異なったものである。スポンソンの末端は船体に近いため、船の福音を小さくすることができるため、狭硬な通路を通過する小型の船にも用いられる。 1990年代の半ばにスポンソンの設計が進歩し、高速での操打性を向上させるため、レーシングボートにも装備されるようになった。今日、市販されている船舶用、スポンソンには、ブロックタイプ、フック、またはウィングタイプ、パドル、またはラダータイプの3種類がある。ブロックタイプは、最も単純な形式である。先端部は、通常、 効力を減ずるために丸みを帯びているか、または、尖っている。その主たる目的は、特に加速時において、船体後部の浮力を増加することである。また、船体後部尖閣の表面積を増加することにより、高速時の横方向の安定性を向上するとともに、ポーポイズ現象を抑制することができる。ウィング、または、フックスポンソンは、最も一般的なスポンソンである。 加速中の浮力を増加し、横方向の安定性を向上させ、及びポーポイズ現象を抑制するとともに、操打性を向上させることができる。その外縁部は、旋回中の抵抗を増大し、船体後段の外側への滑り出しを減少させ、より鋭くかつ高速の旋回を可能にする。また、尖閣の旋回軸としても機能する。 このタイプのスポンソンのもう一つの利点は、ライダーが旋回中に体をより内側に傾け、その船舶の限界に迫れることである。パドル、または、ラダータイプのスポンソンは、ブロックタイプのスポンソンに、平らなパドル型の舵を垂直に取り付けたものであり、ウィング、フックスポンソンと同様に働くが、鋭く突出した外縁部が水を捉えることにより、さらに高い効果が得られる。 ブ構造にスポンソンを装備したヘリコプター飛行艇におけるスポンソンはクラウディウスドルニエが特許を取得しドイツ帝国海軍の第一次世界大戦中の飛行艇であるチェッペリン・リンダウ RS4 で初めて用いられたそのスポンソンを用いることにより尖閣の浮力を増大し効力を減少させ機体離陸時の揚力を補完することができたのである多くのヘリコプターは 設計上、水上への着水や離水を想定していないが、機体が水中に墜落した場合の安全機能として、スポンソンを装備している場合がある。ヘリコプターのスポンソンは、また、シコルスキー S-92 やベル222のように燃料の搭載や降着装置の格納にも用いられる。航空機へのスポンソンの装備においては、飛行中の空気力学を考慮しなければならない。 さもなければ、機体が不安定となったり、機体への損傷が生じたりする可能性があるからである。スポンソンに搭載された、主砲戦車などの装甲戦闘車両や、海軍の軍艦においては、スポンソンとは、車体、尖閣の速報、または、髪型から張り出した課題、または、筐体を指す場合がある。それは、浮力を生じさせるためではなく、機関銃などの武装や、 光学装置を搭載するために用いられる。また、保管スペースとして、または車両に出入りする人員のための乗降口としても、用いられる。また、ブラッドレフ氷戦闘車の装置の上側にある、スポンソンのように、防弾層及び収納スペースとしての機能を果たす、ものもある。典型的な武装装備の例では、第一次世界大戦でのイギリスのマーク愛戦車を外、する必型戦車は、 基本的に車体から張り出した、スポンソン2砲、機関銃を装備するという構造であった。また、収納スペースでの利用では、ドイツ戦車としては、大型化した砲弾を乗せる、空間確保のために、T-GAR-I-V5 戦車、パンター、T-GAR-2 が、離体上をスポンソン構造にしている。ありがとうございます。